先導会ですね。あ、マハさん気にしてないの。それが一番強いね。まあ消防、警察、自衛隊、総出ですね、やってますね。あ、東園さんこんにちは、ありがとうございます。ジョハンナサンキュー。もうすぐ戦闘集団がねやってまいります、10時半スタートなんで、今も40分、5分ぐらいで来るかなと思ったんですけど、10分かかるんですね。かかるか、あっこからやったら。三段池公園っていうね、ちょっと山の上の方からね、丘の上の方から走ってくるんですけど、スタート、ここスタート地点じゃないんでね、あそこにね、消防団の方とか救急車の方とかいますけども、はい、日日新聞社の方ですね。日日じゃないわ、両端新聞社ね。黄色い服装の方はボランティアの方ですね。朝からずっとコラコーンを買われたり、ちょっとね人の流れを調整したりしてます。当然おまわりさんもね、はい、いますし、先ほど自衛隊のね、ジープも通ったということで、まあ、あの町総出でやってますよね。小さい町なんでね。あそこにも消防団員とか救急隊員が控えておりますね。はい、あの後ろにはね救急車、消防車もあるんですけど、ちょっと人がいてるんで映せないかなみたいな感じでございます。福知山マラソンっていうのはね、アップダウンは結構ありましてね、あまり良いコースがじゃないので、日本新記録が出ないコースなんですよ。日本新記録がこう、あの出るようなコースはね、よくね一日中継されたりはするんですけども、実際日本新記録が出ないのはちょっとスポットでニュースに出るぐらいで、あまりね、あの、まあ、福知山マラソンっていうのは長いことやってますけれども有名じゃございませんね。 Hello, thank you, thank you for comingThank you for coming, my family. 先導、先導来ましたね。来た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 。おお、来た来た来た。先導です。先導か、ゆっくりと走って、コースに走ってきましたね。先導かの後、ランナーが走ってくるということでございます。ご苦労様でございます。まあ、結構ね第一集団、第二集団、第三集団と固まってね走ってくるようなパターンが結構多いんでね、今回もそのような感じになるとは思います。はい、
そうですね、毎年11月23日勤労感謝の日にやってますね。あの567の関係で何年間はなかったんですけども、はい、そんな感じでね、はい、やっぱこのカーブのところはね、まあまあ人が多くなってくるというか、そんな感じでございますけど、まあ結構ねギャラリーぼちぼち、まあ、寒い中ね立ってみてはります。13分ほど同じようなシーンですけども、こう見ての通りこうやってね、こういがん、こうカーブが続いてるでしょね。いつも車で走ったら、まあ、そんな感じがいいんですけど、 S 字型のカーブになってましてね、ここね、はい、完全に道路は閉鎖されてしまっているので車は入ってこないですよね。自転車等もねちょっとね、あの変なとこ走ってたら止められますからね。まあ、先導カーですね、先導カー来ました。はい、第一ランナーやってきました。はい、はい、来ました。はい、この人がトップです、この人がトップです。おお、はい、単独ですね、単独。車通すの、ここで。結構早いね、今の人ね。うわ、すごいな。もう日本記録出してくれたらね。ねえ。スピード速いですよね、あっという間に。今単独でずっと行って、まあ、あの第一集団がもう来るのかな、うん、大体集団で固まってバラバラと来るんですけどね、今の人は速かったですね。これ第二集団、これが第一集団なのかな。会長者、あ、来ました、第一集団ですね。おお、はい、1人2人3人4人ですね、いいペースです、はい、そして少し遅れてやってきております。はい、頑張れー。今6人通過しました。で、そう、あまり集団をちょっと形成してないのがちょっとね。頑張れー。でも結構早いよね。今10人ほど通過しましたけどね、トップから。ちょっと集団になってますね、ここ。
ありがとう、まゆ。若い人から年配の人から結構ね走ってますね。結構いいペースやで。スタートしてから20分なんでね、20分間走り続けてこのスピードなんでね、日頃練習してるんでしょうね、きっと。かなりねスピード速いですよね。もうスタートしてから20分以上経つのにね、このペース保ってるっていうのは結構、追い上げてくる人もいるんでね、途中で。かなり足に来てる人もいてますね。
山さんこんにちは。視覚障害者の方も走ってますね。おはようございます。グッドモーニング。10時半スタートなんで、まあ、11時もうすぐなるんでね、あれですよね、もう30分走ってはるんですね、すごいな。昔3時間ぐらい、ここはね5時間半ぐらいだったと思うんですけどね。もう5時間半ぐらい経つともう普通に車走ってますからね。これで街を抜けていってですね、川沿いを走るという形になりますね。
川沿いは結構ね風の抵抗があるんでね。あ、駅伝があるんですね。へえ。場内整理やってます。自分で打って写真撮ってスマホで自撮りしながら走ってると思いますよね。すごいな。そう、日本一のね実業団、そういう大会やっぱりね中継来るじゃないですか。もうほぼほぼ中継ないですからね、テレビ中継とかね。福知山マラソンはちらっとね報道されるぐらいでありましたよみたいなね。うわ、でも走ってんな、すごいな。そして普通に島村社長がコースの途中にあるから、大変そう。まあコースの途中のところはねこうやって封鎖されちゃうんでね、普通にどこも商売上がったりですけどね。店舗の駐車場で重役の応援そうなんですね。風船持ってはるわ、わかりやすいよ。結構大きいな、ちょっと層が厚くなってきましたね。ランナーも笑顔で余裕のある人まだいてますもんね。普通にハイタッチしてある、ハイタッチしてあるすごいな。福岡シティマラソンは途中でうどんとラーメンの休憩所がある。へえ、そうなんですね。会話する余裕がある、すごいな。声に張りがある。
スタート40分ぐらい経ってますけどね、40分走ったらだいぶしんどいでしょうね。すごいな。翔さんありがとうございます。いや走ってるね、すごいな。取り手ですね結局休みで。いろんな人が走ってますね。頑張れ頑張れ。
参加者何人ぐらいか分かんないですね。どれぐらいいるんでしょうね。だいぶちょっとまばらになってきましたね。開始40分まばらなだけ。またこの集団がありますね。電波終わりになりましたね。あ、しょうまさんありがとうございます。Hello, Jackie. Thank you for coming.素晴らしい。頑張ってる。これが最終ランナーなのかな。今のが最終かもしれませんね。語尾って書いてるんでね。
先ほどの2人が、最後のランナーみたいですね。開始ですね、開始何分や、もう10何分、もう45分、50分近く経ってるんですかね。ちょっと私も移動してよろしいでしょうか。移動させていただいてよろしいでしょうか。